はい、バディファイト13巻がとうとう発売しました。 DVD、はい、PR カード2枚付き77と実況ファイト49話から51話、父に挑めドラムブレイカードラゴン、あのファザーと戦ったやつですね。うん、まあ親子対決専用カードのね。さあ開けていきましょう。まあ13巻親子バトルです。はい、親子バトルのあの時ですね。はい、表紙と同じ DVD と PR2 枚。こんなこともあろうかとゲージ1を払う魔法カード、君のドロップゾーンの変身を持つカード1枚を変身コストを払って変身する。こんなこともあろうかとは一旦に1回だけ使える。え、マジでなかなかこれ使えるカードになりそう。でも DVD 特典で1枚しかつかないというね、貴重。イグナイテッドドラゴン、君がカード名に拳を含むカードを装備しているなら、このカードの打撃力プラス1、打撃2の3000、サイズ1、結構強い。打撃が3になるサイズ3。え、驚異的。しかも拳ってことは、これ DVD13 巻まだギガフューチャーじゃないのに。うん、もうすでに拳のカードが用意されてる。結構強い。サイズ1で打撃3だぜ。まあ、てなことで、まあ、今回こんな感じでした。そして毎度のごとく活躍したカードなんかが書いてあります。さあ、それでは DVD13 巻みんなも買ってみよう。じゃあね。